私の本来の専門はドイツ文学の研究なんですね。ドイツ文学を含めて文学の研究っていうのは歴史がそんなに長くなくて、その文学研究っていうものがどういうふうな枠組みを持っているのかということを研究したくなって、ドイツ文学の歴史、ドイツ文学を研究してきた人たちの歴史を研究しました。でそうする中でより、いろんな、文学ですね、外国の文学を勉強したいと思って世界文学というふうな見通しを得ました。世界にさまざまな形で文学の世界が広がっているということですね。でそういうようなことを研究していたんですけれども、あるきっかけで精神科に通うことになりまして、その中で当事者研究という精神療法院でありました。この当事者研究の研究というのはアカデミックな研究とは全然別物で、当事者ですね、その疾患とか病気を持っている、その人が自分自身の生きづらさ、苦労の仕組みというものを仲間と協力して研究して、そういう共同研究によって自分の生きづらさを和らげていくと、減らしていくと、その当事者研究の世界観というものを生かした形で文学研究の枠組みというのを変えていけないかということを考えているのが私の現在の研究です。私は長年うつ状態なんかを繰り返しながら、仕事をしていたんですけれども、40歳の時についに休職をすることになりました。で、それまで精神科っていうものに行ったことがなかったんですけど、でうつ状態だと診断されて、以前からその発達障害の、が自分にあるのではないかということを疑っていましたので、検査をお願いして、自閉スペクトラム症と、注意欠如多動症という発達障害があるということが分かりました。で発達障害っていうのは薬を、投じたりとか手術をしたりして治すことができないものなんですね。生まれつき発達障害者として生まれてきてそのまま死んでいくというものなので、薬も限定的ですし、なかなかその自分の生活を、いい方向に、向かわせることができなかったんです。その発達障害者を持っている親御さんであるとか、兄弟であるとか、精神科医とかカウンセラーから見ると、空気が読めないであるとか、すごい、多動が激しいとか、衝動的に行動するとか、言ってはいけないことを言ってしまうとか、そういうふうな、困った人ですね。そういうふうに見えているんだけど、内側から見るとまた違った見え方をしていてということですね。そうする中で自助グループに出会いました。また障害者たちが集まってどうやって生きやすくなるかということを意見交換しているわけですね。それに大変のめり込みまして、特にその当事者研究というものに出会うことによって、自分の苦労の仕組みを同じような苦労をしている発達障害者の仲間と共同研究していくということをしました。知恵を寄せ合って自分の生きづらさを減らしていくわけですね。外側から見ると、変わった人々、おかしな人々、奇妙な人々ということで、敬遠されて嫌がられたりするんですけれども、内側から見るとこう見えるんだという、でその結果をみんな水の中という最初の本に書きました。自分自身がどういうふうな体験をしながら生きているか、どういうふうな感じ方、考え方をしているかということを描き出しまして、そういうふうな発達障害者が内側から見た世界観というのは多くの人に知られていません。でいつもずっと自分がごく自然に行動するとどうも世の中と歯車が合わないということが不思議でした。例えば単純なことで言うと、階段降りていくと私はしょっちゅう落ちて転んでいたんですよね。周りを見るとそういう人は少ないわけですね。そういうようなことであるとか、あるいはそのみんなが集まって話するときに私が何か発言するとみんながこうシーンとして引いちゃったりする、でそういうようなことも分からなかったんですけれども、当事者研究を進めることによってその多くの人、その発達障害がない人のことを定型発達者と言いますけれども、世の中の9割以上はそうなんですよね。その定型発達者が感じる世界観と自分の世界観がどんだけ違っているかっていうことがだんだんとはっきりと頭の中にこう分かるようになってきまして、それが大きな基準になりました。で現在私はやっぱりその自分は健常者ではなくて障害者なんだということを強く意識して生きています。それは障害者モードって呼んでるんですけれども、それによって多くの困りごとがなくなりました。例えばさっき言った階段を降りる行動なんかにしても、私はもう自分は後期高齢者みたいなものだと思って扱っているんですね。つまり世の中というのは健常者をベースに作られているものですから、町の構造にしても、あるいはそのみんなが話し合う場面にしても普通はこうでしょということが前提になっているんですよね。
でそれが自分には合っていないんだということを意識しながら喋ったり行動したりするので、非常に多くミスがなくなりました。まあ、大体発達障害の傾向がある人というと大体1割ぐらいいるんじゃないかと言われたりするんですけれども、まあ、でも1割というのは確かに少ないといえば少ない少数派なんですけど、実はめちゃくちゃ多いですね。日本人の中で1000万人ぐらいいるということですから、もうすごい数です。で例えば左利きの人っていうのも十数人に1人と言われていますね。で、まあ、LGBT もそうですよね。十数人に1人と言われています。であるいはその例えばエトなんか12個ですよね。そのうちの1個ぐらいの人ですよねが発達障害者でもあるということですよね。それは決して無視できる数ではないと思いますし、で発達障害者たちは多くの場合自分たちが間違っている、自分たちが甘えているんだ、自分たちがだらしないからなんだと、もっと努力するべきなんだということで自分を追い込んでいるんですけれども、その結果として鬱になったりとか自殺をしてしまったりということもあるので、そういうふうなのではない世界というものが生まれてほしいなと思っています。これからどんどんと認識が変わっていく分野だと思います。発達障害というのは非常に、まあ、若い疾患だと思うんですね。若いというのは、まあ、もちろん昔からたくさんいたと思うんですけれども、まあ、発見されたのっていうのがせいぜい最近の数十年間で、その自閉症のことが、まあ、概ね分かってきたのも最近の、まあ、30年か40年間ぐらいで、日本で関連法案ができたのは2005年ですから、それから今まで20年も歴史がないわけなんですよね。それで1990年代にはニューロダイバーシティという言葉が自閉症の権利運動から登場しました。まあ、ニューロダイバーシティは脳の多様性というぐらいの意味なんですけれども、まあ、結局その発達障害者というのは、まあ、実は障害ではなくて単にこう脳の仕組みが少数派なだけではないかというふうなことが言われていったんですね。例えば白人文化があると同じように黒人文化があるとか、男性文化があると同じように女性文化があるとか、そういうふうな問題ではないのかという認識が広がっています。それが最近日本でも注目されていて、今年の春ですねには経産省がニューロダイバーシティの社会を実現していこうと、そのニューロダイバーシティの人材を生かしていこうということを発表していました。ということで大変注目が集まっていますね。はい、ですから、まあ、その空気が読めないというふうに、まあ、自閉スペクトラム症者 ASD の人は言われたりするんですけれども、例えば私がその自助グループをやっていて、自閉スペクトラム症の人ばっかりそのフロアにいて、20人が自閉スペクトラム症者で1人ぐらいがその発達障害者の支援者ですね。自分はその発達障害ではないっていう人がいたら、その人だけ空気読めないんですよね。自閉スペクトラム症者は同じような感じ方考え方をするし、同じような経験を持っているから話がこうピンとくるんですよ。そこではなんか定型発達者、発達障害ない人がなんか、まあ仲間連れになりがちなことが起こってしまうと、まあ、それだけを考えても実はここにはなんか文化的な問題というか、その脳の多様性ですね、脳の構造の違いがあるのではないかということですね。例えば白人文化があると同じように黒人文化があるとか、男性文化があると同じように女性文化があるとか、そういうふうな問題ではないのかという認識が広がっています。当事者という言葉はすごい日本独特の言葉で、英語とかに翻訳しづらいって言われたりすることがあるんですけれども、まあ基本的には21世紀になる頃に、まあ、その当事者主権運動というのが広がりまして、まあ、その今まで社会の片隅に置いられていてあまりこう発言ができなかった人々というのはそれだけ重い問題を持っている当事者なんだということが言われだしたんですね。それで、まあ、特にその当事者という言葉を使った運動として一番大きかったのが当事者研究の運動で、これは北海道にある、浦川ベテルの家というところから広まったんですけれども、そのうちに熊谷慎一郎さん、などが合流しまして、まあ、熊谷さんは脳性麻痺があって現在東京大学の先生をやっていますけれども、彼なんかはそもそも誰でも当事者なんだということを強調しておられて、お母さんの当事者研究という本を出してるんですよね。
で、お母様はすごい当事者性を持ってますよね。いつもこうなんか夫が理解してくれなくて子供の面倒を押し付けられているだとか、毎日何かご飯を作らなければいけないとか、当事者性を持ってるんですよね。